サリフサネはフランス生まれのセネガルのサッカー選手。セネガル代表、シャルケレイヨン所属。ポジションは DF、MF。兄はリュドビクサネで、彼もまたセネガル代表のサッカー選手である。セネガル人の両親の間にフランスのロールモンで生まれた。サッカー選手としては FC ジロンダンボルドーで、そのキャリアをはじめ AS ナンシーと AS ナンシー2に、 レンタル移籍した。2012年6月には、ベルギーの RSC アンデルレヒトからのオファーがあった、ものの、これを蹴った。2013年5月には、7月1日からの4年契約で、ハノーファー96に移籍することが発表された。ここでは、清竹武博ぐや坂井宏樹、山口ボタルラと、チームメイトになった。2018年5月、夏に、 シャルケレイオンに加入することが発表された。2022年6月30日までの4年契約を締結した。2012年9月、セネガル代表で出場する意思があることを公表。2013年5月に初招集を受けた。6月7日の 2014FIFA ワールドカップアフリカ予選アンゴラ代表戦で初出場した。二千十四年十二月には、 アフリカネーションズカップ2015の同国代表メンバーに名を連ねた。ありがとうございます。